神っぽ山寺は、大阪二日月市原に位置する、天台宗の寺院。三号は、根本山。日本で最初に、美写門天が安置された霊場と言われており、本尊である、美写門天、創新美写門天、兜飛ばつ美車門天はいずれも秘仏。初夏は、新緑、晩秋は紅葉の名所として知られる。震災国33カ所第14番札書。 新仏霊場順配の道第64番札書。聖域との境界を示す感情かけ上坊山寺は、高槻市の中心部より北へ約6キロメートル、原地区という田園風景が広がる農村部山間の山寺である。行政区は大阪府であるが、地理的には京都盆地の西側、西山連山から続く最西端に位置する。敷地約百ヘクタールのほとんどは、 山林で覆われ、一帯を総称して、神峰山といい都市近郊の貴重な原生林が現存。山道に張られた環状がけが聖域と属性の境界を示すとされる。また、海山の祖とされる縁のオズヌ、中高の祖である海生巫女の像が境内に安置され、古来の皇室との緊密な関係は、本堂の十六八十菊門などで確認できる。また、 かつて七鉱山と称された修験霊場の一角であり、修験者が使用した修行の道や滝、葛城山用拝所を示す石氷などが境内の各所に点在する。神、峰山の山道入り口には石像の鳥居が立ち、仁王門前には狛犬があるなど、神仏根香の風土が現在も見られる。神、峰山寺秘密演技によれば、文武天皇元年に、 炎のオズヌが、カツラギ山で修行をしていたとき、北方の山から黄金の光が発せられて、霊感を受け、神宝山寺に位置する場所にやってきた。そこで、天道と出会い、天道の霊木で四体の美写門天が刻まれ、炎のオズヌはガランを建立し美写門天を祀ったことが、起源とされている。さらに縁起によれば、刻まれた残り三体の美写門店は天高く飛散し、一体は、 かつて上宝山寺奥の院、霊運院であった北山本山寺に、一体は京都市左京区の倉山寺に、一体は奈良県伊駒郡辺栗町の市議山に安置されたと伝わっている。これら寺院の本尊は現在も美写門店であるが、この逸話はあくまで上宝山寺の縁起によるものであり、関連は定かではない。解散以後、上山寺は主霊として、 多くの修験者を迎え入れたとされ、同じく近畿の修験令場として名高い比叡山、平山、伊吹山、あたご山、金峰山、葛城山に並ぶ七鉱山の一角として大いに栄えたとされている。法棄5年、公認天皇の子息であり、桓武天皇の諸兄にあたる海成巫女が、勝尾寺から入山し、公認天皇の命によって本堂を創建して、住職となった。 これを機に神宝山寺は天台宗仏教寺院となる。また、公認天皇の直眼書となって以降、神宝山寺は皇室に緊密な天台宗寺院となり、その関係は幕末まで続いていたとされる。境内には改正巫女の埋発刀や公認天皇の五分骨刀があり、天皇と皇室を表す十六八十菊の使用が認められ、 各所に菊の紋章が見られる。平安時代後期に天台州僧侶であった両人が改装した有数念仏衆の源流が大原安馬を通り上ぽう山寺へ伝わったとされ、神、峰山寺秘密演技四巻の冒頭にはその説話が残されている。大原元年の頃、摂津に立花のタスク元という役人がおり、極めて裕福であったが七度の火災で火災がすべて失われ、 タスクモトの父、子にわたる三代にわたって、尺の病にかかるという苦しみを受けた。タスクモトは、奥の院の美写門店の法然でこの苦しみから、救われるよう深く祈祷し、九頭竜滝に打たれるなど、苦行を行ったとされている。そしてタスクモトとその子息は、後に、義シ忍恵と名乗り、両人の弟子となり神ポー山寺の住職を継いだと、言われる。 神宝山寺本尊、微社門天が武将による信仰を厚く受けていたのは、鎌倉時代末期からであったとされている。楠木正成が奉納したと伝わる、殿中塔は、現在も神宝山寺本堂に所蔵されており、室町幕府三大将軍、足利義満、摂津四五代、三吉長兄に仕えていた、松永久秀や豊臣秀頼の聖母淀伝殿らによる寄進があった。 これらは、ビシャモン門天が戦いの神として崇拝されたことに起因するようだが、敬意は定かではない。情報文化が栄えた、元禄時代の頃より、神宝山寺は大阪商人から熱い信仰を受け巡礼地として栄えた。これは、ビシャモン門天が七福神の一神であったことから、商売繁盛を祈願するために、商人たちが淀川を登り、 三島郷から神宝山寺まで歩いて参拝したことが記録されている。江戸時代の代表的な豪商である河野池前衛門もまた順拝者の一人であり、三島郷から神宝山寺山道にかけて十数箇所に石像の道標を混立した。神宝山寺は江戸時代に流星期を迎えた。最盛期には七つの道に加え柄号及び僧帽が21箇所。 事業は1300国あり、奈良県伊駒郡ヘグ町にも飛び地が存在したことが、神、峰山寺秘密演技に記録されている。しかし、明和2年に火災により、本堂を消失して以降、安永6年に再建されたものの、規模は徐々に縮小し、現在に至っている。しかし、昨今の調査で、法刀院にて、徳川幕府二大将軍、徳川秀忠から14代、 徳川家持に、至りまでの遺杯が発見されるなど、江戸末期においても、徳川将軍家との密接な関係があったことが、確認されている。本堂にかかる、日本最初美写門店の変額は、伏見宮放課新郎の新筆であり、同時期には、明治政府の要人であった、有栖川宮垂人新郎が、神保山寺本坊の、宝刀院と書いた新筆を奉納している。 また、アリス川の宮たる人と新能の祖父母にあたる、アリス川の宮五代、小人とし新と、信子女王の遺杯は、霊法院に祀られているなど、幕末から明治期にかけても、皇族との関係が密接であったことを表している。神坊やマデラの本尊は三種の美写門天で、構成されるという珍しい形態をとっており、それぞれ、第一の本尊、第二の本尊、第三の本尊と称されている。 いずれも秘仏だが、第二の本尊、カブトバツビシャモンテンの宮記の大祭の折に、開帳される。第一の本尊、ビシャモンテンビシャモンテンを中尊とし、吉祥天と全阿ブラシ同時を脇地とする、三尊形式をとり、本堂内陣中央に安置される。皇室や幕府は、国家安泰の神として、このビシャモンテンを厚く信仰した。また古住安山。 家庭安案の御仏としても利益があるとされる。第二の本尊、カブトバツビシャモンテン本堂王内陣に安置される。福徳戦将の神として、楠木正成や松永久秀などの武将から、また商売繁盛の神として、大阪商人からも熱い信仰を受けた。神保やマデラで年に一度行われる秋の大祭にて、開庁され、その折に飲み配管が可能である。第三の本尊、 創新美写門店歴代住職の事物として、本堂中内人の図紙に安置される。天台密教における創新美写門店の祈願作法は、秘宝で、天台本流の作法が正式に伝承されている。二王門から本堂への参道は紅葉の名所、本堂二王門より、なだらかな直線の参道を、約100メートル登ったところにある。安永六年に再建。 上部には1680菊門が見られる。道内に三種の微射門店を安置する。解散道現在の神マ山寺で最も高い場所にあり、円のオズヌがガランを混流したとされる場所に位置する。本堂脇から急勾配の石像の階段を登る。道内には円のオズヌとその使いの鬼、アイバー、ヒアイバーが安置されている。神宝山寺発とら会の折のみ会長され、 参拝が可能。旧統竜滝境内に存在し、かつては主権者の滝行に使用されていた。神宝山寺海山の縁起で伝わる、北方の光は旧統竜滝のしぶきであったとされる。東道本堂の東側にあり、宇賀神王を本尊とする、女意林、観音、竜神が安置されている、感情がかり三門である鳥居から、 二王門までの中原にある聖域を表す者、霊峰院へ行動境内中腹にあり、神っぽう山寺の阿弥陀信仰の起源となった阿弥陀如来座像の身代わり仏が安置される。その両脇には、有栖ス川の宮五代、昭比都市新能と、信子女王の遺廃を安置。十三十島本堂の西側奥に位置する観音堂の脇にある公認天皇の分骨堂。 さらにその奥には、中高の祖である、海星御子の舞発堂である五重堂がある。釈迦堂、観音堂家上院礼未練二王門現在の、神宝山寺には、奥の院は存在せず、北山本山寺が、かつての奥の院、礼雲院にあたる。本尊として、微射門店を安置。神宝山寺の微射門信仰は、時代の変遷によって信奉者と祈願の内容が、 異なる点で興味深い。解散期は、主元令状の聖地に鎮座する神として祀られ、平安期以降は、皇室より国家安泰の直願所に指定された。また、鎌倉末期からは、副徳戦勝を祈願する武将たちの信仰の対象となり、江戸時代には、大阪商人による商売繁盛祈願の巡礼地でもあった。国家安泰の祈願は、幕末、 明治においても続いていたとされる。また最近では、福徳戦争より派生して、合格祈願の祈願書として、初参りに訪れる大学受験者も見られる。遠のオズが解散した寺院であったことから、神ポぽ山寺一帯は、山岳信仰が色濃く残る場所であった。一帯の峰を総称する神峰山は、竜のご神体として信仰され、 境内にある旧統竜滝はその竜の口であると言い伝えられていることなどから、神仏根行の寺院として、天台宗寺院とは異なる側面を持つ場所であることがわかる。現在も、修験道を志す修験者が寺寮で修行をする、光景が見られる。平安時代末期に有数念仏宗の源流が神坊山寺で伝播したことから、神坊山寺周辺は、 阿弥陀信仰が根付いた地域でもある。病気併癒などのご利益があるとされる阿弥陀如来は、現在も本堂に安置されており、有数念仏衆とも独自の交流がある。境内境内は、大阪府立北雪自然公園に属し、大阪緑の百選に選定されている。野鳥や草花などが多数確認できることから参拝者の、他にも、ハイカーや、 バードウォッチャーラの訪問も多い。天然記念物の取り草木90種以上の樹木と180種5万株の植生が生息するとされている。紅葉例年の見頃は11月下旬から12月上旬にかけてであり、境内にある約400本のモミジが紅葉する。また落葉樹が多数植生する神峰山一帯は、11月下旬に全山が紅葉し非常に、 美しいことでも知られている。山門から二王門にかけての参道の脇には、東海自然歩道が並走しており、ハイカーたちの中継地点にもなっている。神宝山寺の北方に位置する北山本山寺は、かつて神宝山寺奥の隠礼運院であったことが、神、峰山寺秘密演技中にて記されており、さらに南方の南山安岡寺も、 また演技中に神宝山寺に関連する寺院であったことが記録されている。また、同じく北節に位置する茨城市の神峰山大門寺、が峰山任長寺もまた、株部山の三号を持つことから、七鉱山の神峰山とは、現在の神宝山寺のみを指すのではなく、これら寺院一体の総称であったのではないかと、推測される。大阪二日月市原にある寺。 天台衆、根本山法斗院とコース。本尊は、美写門天、文武天皇元年主元堂の開祖と言われる、縁のオズヌが、カツラギノの峰から四方を望むと、北方の峰の頂が、金色に輝いているので、その峰を来訪。ここが、十、芥田省に見える七鉱山の一つとされる、銅山であった。この時山の守護神が、根扉同時に化して出現。オズヌは、 霊淡と感じガ伽藍を想像した。名王国にある、アイバー、ヒアイバーの二神が守護する霊木を得て、ビシャモンテン像を掘りたいというコンピラ童子の願いにより、オズヌは霊木を入手。この霊木で、コンピラ童子が、ビシャモンテン、像四体を作り上げると、三体がそれぞれクラマさん、シギさん、北山に飛行。最初に作った一体が、 当地にとどまったので根本さんと合したと伝える。天平九年、聖武天皇の直を報じて、大般若教一部六百巻を書写。同二十一年独の原村に、昇殿八百世を、玉物宮国家安寧を祈る道場とされる。原村は、平安期の天平年間に、大原僧と解消、奈良末期放棄五年改正が、神宝山寺に入り、奥の陰霊運営と、 本院法等院を建立しかみ峰山寺を中高見学士とのための返上院が消防、炎上院北坊関係院東の房、東坊大乗院小崎坊連盟院西の坊主玄密学の後人のための中の坊岩倉坊奥の坊谷の坊向きの坊下の坊などを置いた。改正は公認天皇の御子で弥勒寺を建立したそう。 法記年間に公認天皇が上宝山寺に大般若経を転読させ、解散道を混流して谷川の里の谷百世を侵入したという。谷川は後、川久保と解消。平安期に入り、延暦十年十月、関武天皇は原の正殿三百歩を貸死して大般若経を土経させた。上岸二年。 文徳天皇が神峰山寺を訪れ神宝、三宝寺らに消えし三ヶ月投入、元行八年、養成天皇の直で、礼雲院、宝刀院の書道を修造し、落景供養の同志として、京都元行寺の伝法アジャリリンネを称請。縁起年間第五天皇が、病の時、神宝三宝寺らの羽五孔天皇に建て祭り、神筆を賜るなど歴代天皇から消えを受けたという、 ストック天皇の時立花のタスク元という者が出家して吉江と少子融通念仏の両人の方を、ついで平野大念仏寺二世となり晩年新宝山寺に居住。その際念仏の回数を数えるために小豆を用い、それを洋の傍らに散布したところ赤土となったので、ここを小豆坂と呼ぶようになったとする。この頃の寺両は大原僧に五百国。 川久保村に50国、大沢村に50国、萩谷村に40国、大和国へぐり谷に350国、河内国公屋に300国、合わせて約1300国を所有。中世の寺歴は未生の部分が多いが、戦国期の元期2年12月20日高月城主、和田これ長により、当事領、三林等を安堵され、次第に仮覧が収蔵された。 天正年間高月城主、高山友長に焼かれ、道具を損失。その後、慶長九年、豊臣秀頼が書道を再建したという。江戸期に入り比叡山延暦地末とされ、慶安二年将軍、徳川江光から、主印地十六国五と余りを旧される。明和二年火災に遭い、安永六年再建されたが、以降寺務は衰退。神っ山寺より、 北西2キロメートルほどの本山寺山腹に、所在の北山レ雲ニ元山寺は、神宝山寺と創建児童一寺院で、神峰山寺が、元の里坊本山寺が奥の院であったと推定されるが、二寺の関係については未詳。原本地から神宝山寺山道に入るところに、京藩があり、この分かれ道に、牛地蔵が置かれているが、昔京藩を越えて、前島浜などに、 寒天や新丹を運んだ牛を供養したものという。現在時報として、平安時代後期作と推定される脇地を持つ木造、阿弥陀如来座像、平安時代後期作の木造、聖刊の恩母殺立像2体を貯蔵。震災国33カ所客番安岡寺14、新宝、山寺15聖岩寺、縁の行者礼石札所新仏礼状順配の道63。 持寺六64新報、山寺65五勝尾寺高月市営バス。ありがとうございます。